北海道の春の味覚を味わえる春の北海道物産と観光展が岡山市の百貨店で始まりました。いちごを使った春限定のスイーツに、宝石のように輝くイクラ、そして海の幸たっぷりの弁当など、期間を通しておよそ1500種類の北海道の春の味が並びます。イベントの目玉は天満屋創業195周年を記念し、価格を1950円に揃えた海鮮や肉寿司など数種類のお得な弁当です。初日の今日はお目当ての商品を手に入れようと、開店に合わせて多くの人が訪れていました。ではいただきます。噛んだ瞬間にイチゴの果汁がバーッと口の中で広がって美味しいです。実際じゃあこのお店に行ってみようとか、こう北海道にゆくゆくは行きたいと思っていただけるところまで感じてもらえたら嬉しいですね。春の北海道物産と観光展は店舗を入れ替えながら今月25日まで開かれています。